東京都世田谷区。この閑静な住宅街の奥に切実な悩みを抱えるお宅がありました。青木家、この家が抱える問題、それは そんな家族の思いに応えるべく、この男が立ち上がりました。パンダに乗った犬、イーチャオ。なんということでしょう、なんということでしょう、なんということでしょう。这次我决定种一棵银杏树。西片，打扰一下，我种的树上种了银杏，这是有史以来最艰难的工作，但祝你好运。乐趣，再给我打过来。さて、来週のたくみさんは？カツオ。父さん、マスオさん、父さんと駅で会ったんだって。あら、タエコさん、たーま、わかめに、はい、プレゼント。マスオさん、父さんと駅で飲んで帰ってくるんだって。じゃんけんぽん。うふふふふ。待っとって。